中井由香です。今回はですね、D キャンディーが発売したとめでたくねということで、ちょっとプチプラのものでコーデを一緒に組んでみようっていうのをやろうかなと思ってて、コメは GU、 プチプラで可愛いのがたくさんあると、でバズってる商品とかも多分たくさんあるので、じゃあやっていきたいなと思います。昨日聞いてください、私22時間寝たんです起きてた時間2時間しか起きてはい、ということで月曜日ですね、ボーイッシュな感じにチュニックを着たい方とか、あとはもうなんか甘すぎるなって思った人に結構持ってこいのコーデではないかなと思います。まあ、ロンパースとかこういう系のやつって大体一着は多分皆さんも持ってらっしゃると思うので、私が茶色がいいって言ったところ茶色じゃない方がいいとその方がなんか違った見え方もするんじゃないかというスタッフさんの意見を取り入れて、今回は結構ちょっとインディゴっぽい色味の濃いジーンズにしてみました。めっちゃ可愛いですね。でもなんかの着こなしで、私は今これこのリキャンディーのは取り外しできるんですけど、取り外して中にねシアーのこういうの着てるんですよ。なのでちょっとカジュアル目に着たいときは上のこのリボンのレースのところ外した方が可愛く着れるかもなっていう感じではありますね。袖のボリューム感がめちゃめちゃ可愛いので、あんまりこっちダボっとしすぎてるのを着ると着太りしちゃうので、これぐらい の, フィット感あるものだったら全然可愛く着れるんじゃないかなと思いました。こういう女は男友達多いです。だから仕事終わりに男友達と飲みに行こうかな、コーデこういう女は大体そういう感じ。はい、火曜日です。これをアウトでそのシャツとかをインしないで着るにはどうしたらいいですかっていう質問とかもあったんですけど、こういう結構もうちょっと私はダボっとしててもいいなと思ったんですけど、ダボっとしてるやつとかでも結構合うんじゃないかなと思って、でここにスリット入ってるのでちゃんとここまで柄が見えるっていうのもポイントで、上の編み上げを隠してることによってこれもちょっと甘さが軽減するということもありましてですね、だからもうちょっと大人っぽく着たいよっていう人はこういう着方でも可愛いんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱここを隠してる分めっちゃ体型カバーにもなると思うので、なんかイカ水今日いっぱい食べるなみたいな人がこういうので隠してもらったら全然気にならないなっていう感じです。でこの手書きの部分が結構焦げ茶色っぽい手書きなので、茶色とかそういう系に合うんじゃないかなと思っている感じですね。はい、ですよですけど、帰り道は遠回りをしたくなる火曜日だよねちょっとね月曜日の疲れもたまったまま火曜日仕事してて、で今日はちょっとね私服おしゃれしてきたから遠回りしようかなみたいな時のコーディネートにどうでしょうか。乃木坂リスペクトそうそうそう帰り道は遠回りしたくなる時もあるよねコーデでこれでちょっとなんかねスーパーとか行ってお買い物してみたいな、どうですか。ちょっと夜呼び出されてもすぐ出れるみたいな。誰に呼ばれる同僚の相談してた男子に呼ばれて行くんですよ。でまた相談みたいな聞いたらなんか告白だったみたいな、そういう日です。ありがとうございますこのワンピースの売りどころはですね、ここの袖がフレアになってるところとここのねリボンなんですけど、ここでワンポイント作ってるんですけど、これを隠さなくていいベストのベストっぽいアイテムないかなって思ってたんですよ。そしたらなんと GU に最高の商品がありまして、丈的にもなんかすごいワンピースとも合うなと思ったし、すごい
なんだろう、シンプルな感じなので、こういう甘めのアイテムに合わせるとちょっと大人っぽくなるかなと思って取り入れてみました。めっちゃ可愛くてガーリーな感じを消さずに、なんかシュッとさせてくれるかなと思います。で、私はここ1個だけ締めてるんですけど、そうすることによって中からこの柄も見えるという感じになっております。これめちゃめちゃいいアイテム買えたなと思ってて、めっちゃいいですよね。花柄にも合う気がしています。はい、ワンポイントでベルトするときどういうベルトがいいですかって言われたんですけど、やっぱりベージュ白ぐらいの方がいいかなって私は思ったんですけど、黒でもこのポイントと合ってていいかなと思います。あ、テーマはフラッと立ち寄ったカフェで可愛いって言われてテンションが上がるコーデ。水曜日ちびもこの季節。いや、1週間の折り返しでちょっと休憩しようかなと思ってカフェに行くんですよ、ランチタイムに。そしたらそこで、あれ、その服かわいいって言われてテンションが上がるっていう、そういうコーデです。水曜日はいつもどんな感じなんですか？水曜日はまだ水曜日かっていうぐらいの感じで、私結構曜日感覚なくて、この仕事してると本当に忘れるんですけど、土日がマックス忙しくて、月から金ほぼ死んでるみたいな感じなんで。何日にあるんですか？公演あるんですか？公演とか、あとは金曜も多いんですけど、週末にやっぱりガッとお話し会、公演、イベント全部寄せ集められることが多いので、そうなると結構ね、しんどいなっていう感じです。まあいいんですけどね、ファンの皆さんと会えるので。はい、木曜日ですね。これはちょっと男性寄りの声にもなってしまうんですけれども、ボーダーとかが見える感じが可愛いかなと思って、なんかカップルとかでダフィーコーデしてほしいって私ずっと言ってたんですけど、こういうのでダフィーの耳つけても可愛いかなと思います。女の子はこれにスカートとかね、あとはうちのスカートで言うとこういうのコーデでも可愛いかなと思います。ただ今回はちょっとボーイッシュな感じで目標は行きたかったので、これをあえてこうしました。だから男性の方もこういうファッションで似たのとかあったら、これはメンズだし、これも下もね似たようなのあったら、これでお揃いのファッションしていただけたら嬉しいなと思います。木曜はでも私の好きな YouTuber の動画が上がる日なので、それを楽しみに、それだけを楽しみに来てます、はい、仕事の前日とかになることが多いので、そろそろダンスを覚えるかみたいな、あ、ダンスの練習してるかも結構木曜、覚える日作らないと私やらないから、木曜にやろうって思っとけば木曜にスイッチ入れなきゃいけなくなるんで、必然的に。なので木曜に結構踊ってます。彼氏の家にあった服でワンコーデ組んでみたの日どうですか？だからもし私のファンの人で、まあいないと思うんですけど彼女がいるよって人は、あのね、貸してあげるとかねしてもね、いいんじゃないかなみたいな、彼女にね、まあ、いないと思いますけど、私の前には彼女なんてなんですけど、まあ、いるとしたら貸してあげるとかね、可愛いかなと、2人で来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで金曜日ですね。金曜日はちょっとこの後ね、どうせ男と飲みに行くんだろうなみたいなコーディネートで、可愛いワンピースで締めるっていう感じにしてみました。で、同じくさっきのワンピースと一緒で、ベストっぽいアイテムを探してて、これはすごく柄にこだわって可愛い花柄を見つけて、大変だったのっていうのもあって、花柄を見せたいと思ったので、さっきよりも短めのベストでいいものを探してました。ちょっと質問があったのが、裏地どこまでついてますかっていうのがあったんですけど、裏地はこのリボンのところまでついてます。なのでここまでは透けません。こっからは透けるので、それがちょっとあれだなと思った人はこういうシアンの着るとか、寒いのでまだね、ヒートテック私下に着てますけど、こういうのを着ることによって全然可愛く着れるんじゃないかなと思いました。このフリルとかもちょうどよく見える感じの開き方をしてくれてたので、なんか、私はネックレスとかこうやって普通にしてても可愛いかなって思いました。リボンがめっちゃ可愛いので、このフォトパックにも合う
感じになってて可愛いなと思います。え、めっちゃ合うくないですかこのコーディネート。おすすめです。私はこのあのワンピースは今後お花見シーズンになっていくので、お花見行く時とか、あとはなんかちょっとお出かけするよとかインスタ撮るよっていう日に来てほしいなって思ってます。金曜は仕事してることが多いんですけど、でもなんか世間はもう浮き足立ってるじゃないですか、明日休みだみたいな、その感じがうざいなって思いながら、明日は仕事なのになみたいな感じで、あのうつうつと歩いてるっていう金曜です。はい。逆にいつなんか休みっていうか休めるんですか。月曜。でも月曜は私カフェに行くのが好きなんですけど、カフェお休みが多いんですよ。とかあとは美容院とかそういうメンテナンスも月曜日が休みなことが多くて、でも私も月曜休みが多いんですよ。すごい困るっていうのはあって、新潟とかも新潟でじゃあ月曜日1日オフですよってなった時に、えマジで行くとこないやみたいになるので、ちょっとねあの大変なんですけど、あの月曜日はだから家に引きこもってネットフリかアマプラか見て、まあ、自分なりに充実した人生を送ろうと努力はしています。はい。土曜日です。ということでですね土曜日はちょっとなんかあのおしゃれなところに行くとか、なんかまあ、ランチからディナーまで行けるよみたいなお洋服を着たくて、今回はこういうのにしました。でこのカーディガンがめっちゃ可愛い色だなって思ったのと、あとはこのやっぱりスカートの幅広い使い方というのを皆さんに分かってもらいたかったのでちょっとあのショート丈のもうちょっとショート丈だったら嬉しかったんですけど、カーディガンとかを合わせるともっとなんかこういうのも見えて可愛いかなと思ったんですけど、今回はそこをあえて封印してこっちにリボンをつけて可愛さを出すみたいなことで甘めにしてます。あとはあのこれにはローファーとかちょっとなんかこっくりした感じの色の靴とかを合わせると可愛いかなと、茶色いスニーカーとかねも可愛いかなと思いました。ラテコーデなのでなんか可愛く着ていただけるんではないかなっていう感じですかね。はい、これに上コートとかロングコートとか合わせても全然可愛いかなと思います。テーマはなんかランチもディナーも行けるよ、アウトドアも OK、 そんな日です。だって土曜は世間いっぱい休みでしょ、だからまあこういう感じでも可愛いんじゃないかなと思う。がっつり仕事で、まあ、土曜日に公演あったりとか、だからもう朝早くからリハやって2公演回してビール飲んで寝るみたいな感じですね。はい、公演後のビールやったらいいですか。美味しいですよね、やっぱり最高だな、これを飲むためだけに生きていたんだと思う、うん、そんな美味しいビール、あの新潟に風味爽快にしてっていうクラフトビールがあって、それがめっちゃ美味しいんですよ。それがすごい飲みやすくてごくごくいけるのでおすすめです。日曜日というかあのなんとメンズ向けにメンズモノでワンコーデ組んでみたっていうやつですね。なんとこちらどちらも男性もののセットアップで GU に売っていたものです。で中に着てるこのシャツも男性用のものを着てるので、もうちょっとねでっかいサイズとかだったらちゃんとここからこうちょっとはみ出す感じになって可愛いんじゃないかなと思います。で中はこの私のリーキャンディのワンポイントロンティーを着ていて、まあ、脱いでもここにタグがね見えて可愛いんですけど、ちょっと今見えないけどね、こういう感じにしてみました。まあ女の子でもセットアップすごい可愛く着れるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、ニット帽とか合わせてもボーイッシュで可愛くなるんじゃないかなと思います。このね上着がマジ機能性がすごくて、ここにもポッケがあるんですよ。このでっかい胸ポケとここにもポッケがあって、
めっちゃ機能性高いなっていう、ここもポッケあるし、すごいいい感じの。結局男性の方はちょっとこのトップスよりも暗い色で合わせた方が着太りしたりはしないんじゃないかなと思ってるので、ちょっと締まった茶色とかあとは黒とかで合わせてもらったら可愛く着れるかなと思います。はい、ということで7コーデね終わりましたけれども、こんな感じで男性の方にも女性の方にも可愛く着ていただけたら嬉しいなと思います。これ全部あの TikTok でも紹介したりしてるので、そっちの方もいいねとかコメントとかたくさんくれたら嬉しいなと思います。あとはなんかこういうコーデに見たいよみたいなコーディネートも見たいよみたいなのがあったら、またあのコメント欄とかでも教えていただきたいですし、あの今回は私リキャンディのアイテムは全て M サイズを使用しました。私の身長が156センチなので、丈感とかもそれで掴んでいただけたら嬉しいなと思いますし、改めてサイズ表は、公式の、なんだサイトに掲載しておりますので、そちらも参考にしてぜひ注文などあのしていただけたら嬉しいなと思います。はい、見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。またねー。